です。西本です。さくさんです。今日はですね、久しぶりに対戦動画やっていきましょう。なんかそのイコトーナメント途中で止まってるんですけどね、うん、例のごとくね、うん、ということでございまして今日はですね、西本さんとちょっと戦いたいなと思って。西本さんのデッキは何ですか？私はゴーキです。ついに来ました。ついに来ました。そして僕はですね、新切りサイバースやっていたいと思っております。実はですね、西本さんと僕はですね、このバンド仲間でございまして、西本さんピアノでございまして、僕ギターでございます。まあ、普段はね、ピアノがやること多いんですけども、遊戯王では違いますよ。あ、無音の早速やっていきましょう。イエーイ。今から対戦が始まるんですけど、3回目のところ、3回目のところ さなりが、はい、ダイソール。お、やばい、ここへ来て、やばい。アクムさんとサイヤさんから引き継いだあの先行アンケルができない。いやでも私は高校がいいです。おー、おっしゃ、行きましょう。じゃあ、はい、せーの、デュール。さあ、武田さんの初手はいかに。おー、おー、せっこ。これはなかなか自己定義、自己定義。いやー、これはもう、いきますよ、ちゃんと。スープ X を通常召喚します。で、このカードは召喚成功した時に手札から冒険モンスターを1体特殊召喚ができます。エフェクトベーラー打ちます。あとは向こうの出ないですね。はい、ダウンビートを使いたいです。自分のフィールドの表側表示モンスター1体リリースして発動できる。リリースモンスターと元々の種族属性が同じで、元々のレベルが1つ低いモンスターを1体デッキから特殊召喚する。このスープレックスをリリースしてレベル3。あ、うららできます。あ、なるほど、そういう感じなんですね。手札は出されへんけど、そっちの墓地、この墓地の効果をじゃあ使いたいです。このカードがフィールドが墓地に送られた場合に発動できるデッキから合気スープレックス以外の合気カードを1枚手札に加える。はい、はい、合気ヘッドバットを手札に入れたいです。はい、ヘッドバットを入れます。ソウルチャージを使いたいです。いいでしょ、いいでしょ。で、じゃあ出していきましょう。はい、ありがとうございます。ここでソウルチャージありましたね。はい、手札にヘッドバットがあるので、手札のヘルトレーナーを手持ちに送ります、うん、で、ヘッドバットでこれの攻撃力を800上げて守備で特殊召喚したいです。はい、どうぞ。はい、で、2体でジェットオーガを出します、うん、はい、これはサーチをしたのでこのサーチを使いたいです。はい、どうぞ。はい、これ以外の合気モンスターを手札に持ってくる、ね、手札に持ってきたいので、はい、合気再生を入れたいです、はい、そして合気再生を使いたいです。はい、はい、止まらん、強い、強い。ちょっと待って、で、特殊召喚しました。はい、カードの効果を受けない最強の愛をリンク4のゴーキザジャイアントオーガを出しておきます、はいはい、フィールドの このカードは戦闘では破壊されず、このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手モンスターが発動した効果を受けない、はい、強い、強いよ。ターンエンドです。 OK です。ドロー、反転召喚、はい、リンクディサイクルをリンク召喚、はい、そしてですね、手札の雪うさぎを召喚。おお、やっぱりなー。シリアンライバーの効果でリンク先にですね、召喚特召喚された場合、この子墓地からですね、特召喚できます。で、これは離れたら除外されます。コードトーカーを特殊召喚2体で23でトランスコードトーカー、はい、それトランスコードトーカーの効果でコードトーカーを蘇生してきます。1枚捨てて、じゃあターンエンドです。どうぞ。ターンエンド、はい、ジャイアントオーガが強い、うん、もうツインツイスターを使いたいです。い、手札を、1枚捨てます。このカードを破壊したいです。チェーンしてサイバレットコンフリクト、自分ビルにコードトーカーモンスターが存在し、モンスターの効果魔法トラップカードが発動した時に発動できる。その発動無効にし除外する。なので無駄にツインツイスターを除外しておきます。除外、この貪欲な壺を使いたいです。はいはいはい、5体、1、2、3、
4、5。はいはいはい、2枚引きました。何おじゃあジャイアントオーガでトランスコードトーカーに攻撃をします。アウトルフェイズで攻撃をしたいです。くれます。ワンエンドですね。 OK、 いきます。ドロー。武田さんも厳しそうだ。タイムでしょうぞ。おーやばい。どうなんこれ。いきます。ドロー。この動画どうなん。ジャイアントが強い。もういやもう3回目です。そうね。団結の力をさらにかけオーガーに。そうですね、団結の力や一人団結、モンスターの数かける800アップする、はい、3800になります。そして元々の攻撃力と違うから1000もアップします。1800あって4800の攻撃力にして、はい、コードトーカーに攻撃したいです。はい、1300なんで3500ですね。すごい、強い。ヒットしましたね。これは素晴らしい。ターンエンドです。いきますよ。ドロー。ハーピー。おー、これですね。貪欲なツボ。はい、どんツボすぎる。これで起死回生のカードを引いてくれるか。武田さん運べたのはいけるぞ。西本さんもね。本当ありがとうございます。はい、あここで何を、はい、ドロー、ああドロー。どっちのどっちの表情ですかこちらは。レディーデバッカー2。おお、これは強い。これはやばい。じゃあマイクロコーダーを手札に加える。サイバーとコーデックを貼る。そしてマイクロコーダーとレディーデバッカーでリンク召喚をする。そしてコーデックの効果で闇をサーチできるのと、マイクロコーダーの効果でサイバーネット魔法トラップを手札に加えれますので、はい、マイクロコーダーの効果でまずオプティマリズム、そしてサイバーネットコーデックの効果で闇のサイバースなので空気清浄機を手札に加えました。はい、オプティマリズム貼ると召喚権が増えますので、うん、スタックリバイバーをこれしました、はい、そしてコードトーカーとスタックリバイバーでトランスコードトーカーですね、うん、でサイバーネットコーディックの効果とスタックリバイバーの墓地の効果でこのカードを素材としてリンク召喚したらですね、レベル4以下のサイバース毒モンスターを守備表示で特殊召喚できますので、まずこの子の効果で守備表示で特殊召喚して、はい、そしてサイバーネットコーディックの効果で地属性をサーチしていきます。あ、なんかどうしよう。スケーパーというふうに加えていきます。はい、トランスコードトーカーの効果でコードトーカーを蘇生していきます。はい、コードトーカーとリレバッカーでやばい、コードトーカー、そしてサイバーネットコーデックの効果で光をサーチしてくる。バックアップしてくれたり、そしてですね、そしてバックアップしてくれたら自身の効果で特殊召喚できます、はい、そしてじゃあバトルフェーズいきます。トランスコードトーカーで2800で3000にアタックします。でこの時にエンコードトーカーの効果で一旦してもこのカードのリンク先の自分のモンスターがそのモンスターより攻撃力が高い相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算前に発動できる。その自分のモンスターはその戦闘で破壊される。その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージはゼロになる。そのダメージ計算後このカードまたはこのカードのリンク先の自分のモンスター一体及びこの攻撃力をターン終了時までその戦闘を行った相手モンスターの攻撃力もアップする。3000アップして5800で攻撃します。それは食らいますよね。はい、キャーしなないですよね。あ、戦闘破壊されない。食らうだけや。メイン2この2体でファイアーウォールドラゴン。おー、そして手札のこのシムタブラスの効果で手札のこのカード相手に見せ自分の墓地のサイバース速レベル4モンスター1体を対象として発動できる。じゃあレディーバッカー対象でリンク状態の自分のリンクモンスターのリンク先となる自分フィールドにこのカードを手札から特殊召喚し対象のモンスターを手札に戻す。ピチッ強い。はい、まあでもこんなもんでしょう。大丈夫でしょう。ターンエンドです。どうぞ。はい、おお、やろう。じゃあマヒモリが強制脱出装置を。ありがとう。頑張るわ。トラップカードが発動したから。トラップカードが発動です。まあとりあえず、ツイストコブラを通常召喚します。はい、ダウンビートを使います。ツイストコブラを墓地に送って、うん、リリースしたモンスターの、レベルが1つ低いモンスターをデッキから特殊召喚します、はい、でサーチをします、はい、
ツイストコブラ以外の合気カードをサーチします。合気再生の手札に入れます。はい、で、はい、バトルフェーズに、で、はい、トランスコードトーカーに3000で攻撃をしたいです。はい、買います。はい、200買います。200、はい、じゃあこれでエンドです。いきます。それではいきます。ドロー。レディレバッカーを通常召喚、はい、サーチしてきてよろしいでしょうか。どうぞ。お、これはですね、レベル3以下のサイバーソフトモンスターテクノに加えることができますね。カードの効果を受けないのが超強いんですよね。あ、強いですね。めっちゃ強い、ね、めっちゃ強いな。攻撃力以下なんですが、うん、これは強い、すごく強い。ウジェットキットですね。はい、そしてサイバネットオプティマイズの効果、自分のフェーズに発動します。召喚権増えてるんですね。はい、ほい。そしてウジェットキットの効果、召喚特殊召喚に成功するとですね、手札から、サイバース属モンスター相手を守備表示で特殊召喚できます。お、やばい。じゃあドットスケーパー、はい、リンクイボー、うん、で墓地で送られた場合このカード特殊召喚する効果、ドットスケーパーの効果使いました。はい、はい、そしてファイアルウォールドラゴンの戻す効果でトランスコード効果を戻します。おお、そして1、2、3でトランスポートトーカー、ファイアボールドラゴンの効果で離れたのでフォーマットスキッパーを特殊召喚する。で、ごめんなさい、逆にします。こうですね。そしてレベル2以下のサイバーストークモンスター1体トークバックランサー、ファイアボールドラゴンとロッドスケーパーでハニーボット、うん、そしてトークバックランサーの効果でこの子をなくしてエンコードトーカーですね。はい、はい、トークバックランサーとハニーボットでエンコードトーカー、お、攻撃の効果で闇をサーチしていきますね。はい、どうぞ。じゃあマイクロコーダー、おお、サーチ、トランスコードトーカーの効果で、はい、ボッチのコードトーカーを蘇生しますと、はい、そしてコードトーカーとリンク召喚、カメムシ、おお、そして、マイクロコーダーの効果で、手札が出たので、回収できますので、はい、まずサイバネットコンフリクトを手札に加えて、うん、カメムシの効果で国交を使えなくします。はそしてサイバネットコーディックの効果でチェーン、むちゃくちゃいいけど風属性サーチします。はい、リンクインフライヤー、ありがとうございます。あぶねー。バトルフェイズ、はい、デコトーカーでこの子に攻撃します。はい、エンコードトーカーの効果でですね、まあ、このデコードの方が弱いので、この子のですね、攻撃力を3000、この子の攻撃力をパンプして攻撃することができますので5300で攻撃します。はい、5300食らいます。はい、しかしジャイアント側は倒れない、倒れない。トランスコードトーカーはですね、うん、あのリンク状態なので500アップして2800ですね。2800プラスこのカメムシ君がですね500パンプしているので、あ、やばい、やばい。この子はですね今3300で800のこの子にアタック。え、3300-800は終わった。あああああ、というわけで、というわけで本当すいませんでしたね。ありがとうございます。ゴーキはもっと強くしてリベンジしたいと思います。いや、これ勝負には勝っていろんなもんで負けた、もうね、僕のことは、はい、もう嫌いになっていいですから、チャンネル登録と高評価だけはお願いします。よろしくお願いします。それではまた、またね。楽しめるチャンネル、くーちゃんのゆるくレッツトライが開設中。詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。